皆さんこんにちは。今回は佐々木朗希選手がポスティングを行使しメジャーに行くことが決定したためご紹介していきたいと思います。岩手県陸前高田市出身でロッテの佐々木朗希投手が10月12日クライマックスシリーズの日本ハム戦に先発しました。佐々木投手は8回を投げて無失点、クライマックスシリーズ初勝利を挙げました。佐々木朗希投手は俊康さんのリード通りに投げていいピッチングができたかなと思います。僕は7回で変わるかと思っていた、8回頑張りましたとコメントを残しました。そんな佐々木朗希投手の MLB 移籍がいよいよ動き出しそうな雲行きです。チームは14日の CS ファーストステージ第3戦で日本ハムに2対5で逆転負けを喫して敗退。試合後に松本直樹球団本部長がメジャー移籍を要望している佐々木選手についていろいろ話をすることになると述べたことでゴングが鳴らされる格好となりました。水面下では最有力のドジャース以外にもヤンキースなど東海岸の強豪球団が猛烈な巻き返しを図っており、その行方が注目されます。佐々木選手の2024年シーズンが終わりを告げ、12日の CS ファーストステージ初戦では先発マウンドに立ち、8回無失点の力投、戦勝に大きく貢献したものの、チームは日本ハムの勢いに飲み込まれて連敗し、下克上の野望もついえました。14日の敗退決定後に松本球団本部長は懸案事項となっている佐々木選手の MLB 挑戦に関し、入団当初から毎年話をしている、当然変わらずそういうメジャー移籍問題の話をすることになると思う、入った時からずっと一緒なのでもう一回いろいろ話をすることになると思うと言及し、コーンオフも引き続き本人と話し合う意向を示しました。5年目の今季は当初の目標だった、シーズン完走こそ果たせなかったとはいえ、キャリアハイの10勝5敗防御率.235をマーク。その佐々木選手については8月後半からカブスのジェド・ホイヤー編成本部長、パドレスの AJ プレラー GM、 レンジャーズのクリス・ヤング GM ら MLB 各球団の編成幹部クラスが続々と来日して生チェックを行うなど、朗希詣が本格化していました。1日の楽天戦には移籍先の大本命とされているドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長もわざわざ本国から佐々木選手の視察に訪れ、彼は素晴らしく才能がある投手であることは明らか、多くの才能のある投手を見てきたが、彼は過去に米国に来た才能のある投手たちの仲間に入る人材と異例の激賞。複数の MLB 関係者も先発ローテーションの一番手になりうる投手をバーゲンセールで獲得できるチャンスがあると口を揃え、コーンオフの移籍には球団の承認を得てポスティングシステムを利用する必要があり、現行の大リーグの労使協定では25歳未満で移籍する場合はマイナー契約しか結べず、契約金、年俸を含めて最低460万ドル、約6億9000万円程度と低く抑えられます。11月3日に23歳となる佐々木選手には通称25歳ルールが適用されます。今季の佐々木選手は右上肢のコンディション不良で2度の離脱がありながら自己最多の10勝5敗をマーク。12日の日本ハムとの CS 第1戦では8回無失点で勝利投手となりました。この日の試合後は報道陣の前に姿を現さずに球場を後にしました。ロッテの高坂球団社長は活躍した選手がメジャーに挑戦していくことについては球団として後押ししていきたいとの考えを示しています。若き剛腕は夢を追い、球団との話し合いでメジャー挑戦の時期を詰めていくとみられます。昨オフの佐々木選手は代理人らを通じてロッテ側にポスティングシステムを使う形で MLB 移籍を直訴したとで伝えられたのですが、難航の末に交渉断念、今季も2度の離脱を繰り返すなど決して順風なシーズンを送ってきたわけではないのですが、バーゲンセールの魅力は絶大で MLB 全30球団が佐々木の動向を注視しています。 MLB スカウトの一人はすでに佐々木のエージェントが米国内で動きを見せている、
この件に関してイニシアチブを持っていないロッテは佐々木サイドの意向に従うしかなく、彼のポスティング移籍はクブクリン間違いないと分析。さらに米東海岸の MLB 球団関係者は、現時点での本命は確かにドジャースとした上で、日本ハムから MLB へポスティング移籍を表明した17年冬の大谷と同様に、佐々木サイドは獲得希望球団から事前に育成プランなどのプレゼン資料を提出してもらい、書類選考を行った上で面談する球団も絞り込み、移籍先を選んでいこうとしているようだと、早くも移籍先の選定方式について語っています。そして大谷の時との大きな違いは、我々東海岸の球団にも面談のチャンスが10分にあるということとも強調しました。17年オフの大谷選手の移籍では、手を挙げた MLB 全30球団のうち、書類選考を通過して面談に進めたのは入団先のエンゼルスに加え、レンジャーズ、マリナーズ、カブス、ジャイアンツ、パドレス、ドジャースの7球団で、東海岸の球団は全て一致選考で脱落。そんな黒歴史もあり、佐々木選手サイドからフラットな選考という情報が漏れ伝わっていることで、ヤンキース、レッドソックス、メッツなど東海岸の球団が好意的反応を見せています。果たして佐々木選手は海を渡ることになるのか、全30球団が入札のタイミングを伺っています。ただドジャースにも難点があると言われており、それは先発投手陣に故障者が続出していること、そして大谷選手の存在だといいます。ドジャースの若い投手が怪我していることをどう思うのか、そして何より彼の目標はどうなのか。ドジャースならどうしても大谷がトップになる、あれだけの才能を持っていたら世界一の選手を目指そうという気持ちになってもおかしくない。大谷と一緒にやるより、大谷を倒して世界一になるという選択もあると思うんです。ロッテがポスティングシステムを容認した場合、佐々木がどのような決断を下すのか、オフの市場に出れば熾烈な争奪戦となるのは間違いありません。佐々木選手はこれに対し、僕よくわかんない、いっぱいいろんなチームで野球したい、3つくらい掛け持ちしたい、ドジャースとロッテとパドレスとコメントし決定しました。 SNS では、千賀はもともと怪我は多いが、山本も離脱したくらい、体ができていても離脱するくらい過酷、前田もか、ダルもか、ピッチクロックで怪我激増、ルール的にこれが改善されるまではリスクが高いと割り切り、体作りと日本でさらに圧倒的になること、巨大戦力のドジャースが先発でボロボロになるような状態、短期で肘に肩にとメスになる、25歳以下だとポスティングで高額の移籍金が球団に入らないから、佐々木のために投資したメリットが球団にない、25歳以降でしょうね。大谷は日本ハム入団の際、成績残せば6年目以降に MLB の契約があったんでしょう。大谷は最初からリスク取って MLB に18歳で行こうとして、それでも日本ハムが強行指名して入団した経緯があって、そこが佐々木との違い。佐々木はリスクを取らず日本プロ野球を選んだのだから仕方ない、巨人やソフトバンクなら27歳まで出れなかった。いかがでしたか。今回は佐々木朗希選手がポスティングを行使しメジャーに行くことが決定したためご紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。